殉教したカベナンターの少女殺戮時代、または、屠殺時代は、スコットランドにおける1680年から1688年の迫害の時代を指す言葉である。親ローマカトリックのイングランド王兼スコットランド王、チャールズ2世と弟のジェームズ2世が、長老派教会のカベナンターを迫害し、殺戮した知性を表している。チャールズ2世は1662年に、 グラスゴー大会で廃止されていたローマカトリック的な司教の監督性をスコットランド教会に復活させ長老教会を打倒した。チャールズ2世本人はイングランドのロンドンに行ったため、スコットランド大臣に任命された側近のローダーデール・コージョン・メートランドとスコットランド大法官のロシズ・ハクジョン・デスリー、セント・アンドルーズ司教ジェームズ・シャープの3人が代わりにスコットランドで 弾圧政策を推し進めていた。教会の牧師たちは、新しい状況に妥協するか、牧師詐義を失うか厳しい選択を迫られ、多くの牧師たちは、教会の講談から、石物説教をして、野に下っていった。この牧師たちは、野外の秘密集会で説教し、しばしば数千人の回収を集めて、礼拝を導いたが、スチュアート長は、あらゆる方法を使って、 野外礼拝を踏みにじろうとした。政府の公認する国教会に出席しない人々に高額の罰金が課され、野外の秘密礼拝は死刑と定められた。拷問がカトリックの戦術になり、敬具で足を締め付ける、指の間に火をつけたマッチを挟む、親指をネジで締め付けるなど壁ナンターに対してあらゆる拷問が行われた。68歳の老婆と若い少女が、 海の中の柱に縛り付けられ、満潮の海でゆっくり歴史させられた話はよく知られている。エディンバラの160人は寒風の夜に一晩中晒されてから地下牢に投げ込まれ、上と拷問で多くが殉教した。生き残った人は耳をそがれた上、奴隷としてアメリカ合衆国に売られたが、アメリカは彼らを解放した。1678年、政府の弾圧に耐えかねた壁ランターが反乱を、 起こしたが、翌1679年までに、ダンディー・シシャク・ジョングラハムらに、4月1680年に、ローダーデールらが辞任して、ヨークコージェームズが国王代理として、不妊、弾圧は継続された。後の改革長老協会の創始者、リチャード・キャメロンは1680年に、サンカル宣言を出したが、捕らえられて処刑された。兵士たちは、キャメロンの首と手を、 獄中にあったキャメロンの父に見せつけ、その後エディンバラの縄文に晒し首にした。スコットランド数密院は疑わしい者に対する裁判外の即時処刑を許可した。有名なジョン・ブラウンもその場で処刑された。この時代はスコットランド教会における準教師として重要である。1685年にチャールズ2世が亡くなりジェームズ7世が即位したが、 イングランドの失勢が重なり1688年に名誉革命でイングランドから追放され迫害は停止された。ありがとうございます。